おはこんばんちは。はずさと、たかの、ちょむちょむチャンネルへ、ようこそ。はい、プレイヤーたかです。今回はですね、対決シリーズ。ということで、この最強ツム2体を選ばさせていただきました。まずはシンデレラですね。このツムも高得点で有名なツムです。あともう一つ、ジェダイルーク。このツムも、高得点、ハイスコアが狙えるツム。この最強2体のツムを使って対決をします。ルールの方なんですけど、これは至って簡単。ハイスコア対決ということで、2つのツム、フルアイテム、あと延長ありで全力プレイでやっていきます。両者のプロフィールなんですけど、ジェダイルーク、シンデレラとも、スキルマックスです。レベルもマックス。あとは使用端末がね、それぞれ異なっていまして、ジェダイルークはアンドロイドのエクスペリアでプレイしています。シンデレラの方はね、iPhone6S でプレイしています。あと、この画面上では、左がジェダイルーク、右シンデレラになってますが、プレイ動画では、逆で再生しております。では、プレイ動画再生していきます。では、タイトルトムトルトル決戦。ジェダイルーク、VS、シンデレラ、全力ハイスコア対決で、レッツ、トムトム。
延長戦、ジェダイが逃げ切るのか、それとも、シンデレラがタイムボム量産で、逆転か。それでは、プレイスタート。はい、対決をしていきましたけど、いかがだったでしょうか。今回勝者はジェダイルークということになりました。本当にね、そんなに差はなかったんですけど、今回はまあ悔いの残る試合でしたね。シンデレラ、あとジェダイルーク、この2つ、途中まではね1億スコアいけるペースだったんですけど、やっぱあの終盤の下り、悩みどころですね。あとね、シンデレラは一応これ情報修正される前にプレイしたので、情報修正してからやったらどうなるんかな、また情報修正後も試してみたいなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ディズニーツムツムプレイ動画集は現在リクエスト動画募集中です。このツムでプレイしてほしい、この企画やってほしいなど何かありましたら、 Twitter、YouTube チャンネル運営していますので、よろしければ Twitter でコメント
YouTube 動画内のコメント欄に記載してください。 Twitter、YouTube チャンネルのリンクはビズニーツムツムプレイ動画集チャンネルの説明欄にリンクを貼っていますので、 Twitter へはそちらからどうぞ。プレイヤー、タカはまだまだ下手なのでドアイーによりますが、プレイヤー、タカと私、トークロイド、ハズサが厳選し選ばせていただきますので応募お待ちしています。最後まで動画をご視聴してくださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。